ありがとうございました。お疲れ様でした。いや楽しかったです。はい、ありがとうございます、ね、ちょっと ね楽しかったな本当に。なんか、ね、木島さんと YouTube ライブするとは思ってもいなかったというか、ね、私もまだまだ先の話かと思って余裕でね、うん、こう構えてたらもうじゃんみたいな、1000人行きますからって言って、ね、そうそうそう、あと100人で1000人ですって言って、ね、あの900人いたところで、そうですよ、てました。あとね、私ね、木島さんの、うん、との思い出で嬉しかったのつい最近あって、うん、なんか木島さんの結婚相談所って今、うん、新規会員さん止めてるんですよね、うん、あ、そうで募集はしてないですね、うん、で止めてるんですけれども、はい、木島さんの止めてるんだけれども、うん、うちの方に、うん、で止めてる中で来た人を信頼してるところに特別にっていう話をしてたのを聞いて、嬉しかったですね。そうそう、木島さんがね、うちに会員さんをね、うん、3人紹介してくださって、そうですね、3名、うん、そうなんですよ。私新規会員さん募集してないですよってめっちゃホームページにも書いてるにもかかわらず、うん、入会したいですってね、あのすごいめちゃくちゃ嬉しいことに、そうしどうにかこうにかみたいなおっしゃっていただいてて、うん、いやそれでもちょっとね、募集ストップしてるし、うん、でもなんか心苦しいなと思って、うん、誰かねこう信頼できる相談所さんないかなって思った時にずっと連絡取り合ってた吉野さん、うん、でしかもあのすごいね、実績とか結果もね、ちゃんとあの成功までちゃんと導いてる方だったので、あ、吉野さんにお願いしたらちゃんとねサポートしてくれるんじゃないかと。あと私を経由して、ね、会員さんに紹介したってことは、ここの相談所が悪ければあいつなんか変な相談所相談ね紹介してくれたじゃんって私の評価も下がるんで、これはね誰かいいとこないかなって思った時にもう吉野さんしかいないじゃんということで、まあね、立て続けに3名ポンポンポンとね、うん、お願いして、私も非常に嬉しかったですね、それ受けていただいたっていうのが、わかりやすい、ね、木島さんが紹介、そうそうそう木島さんめちゃめちゃ仕事に厳しい人なんだけど、うん、と思って、そんな厳しい人からの紹介私大丈夫かなと思いながら、ね、でも嬉しくて、ね、お願いできますかってね、ぜひお願いします、2つ返事で OK いただいて、うん、それはすごくありがたかったです、うん、でその後ね、うん、その会員さん3人紹介いただいた方、うん、1人目が何月でしたっけ、5月、そうかな、5月ぐらいですかね、5月ぐらい、うん、その方ねもう成婚大会ですよ、早い、そう今とそうもう、うん、あの5月に紹介いただいて、うん、で入会手続きだなんだでスタートしたのが7月か、うん、7月ぐらいからスタート始めて、うん、でもう8月の終わりに真剣交際入って、うん、でその後、うん、プロポーズどうするとかいう手前のところでずっと話をしてて、うんうん、もうあのプロポーズですよ、早い、成婚大会決まほぼ決まり、3、4ヶ月ぐらい、そうですね、3、4ヶ月で、その後に紹介いただいた方、うんうん、もう1人目の男性はそれでもう成婚ですと、で2人目に紹介いただいた方はいつだ、6月かな、うんうん、その翌月、そうですね、そのぐらいだったと思います、で6月に紹介いただいた方が、うん、もうあれですよ、うん、その方ももうプロポーズ、うん、今プロポーズをもらう日程が、うん、多分10月末の予定みたいなので、じゃほぼほぼもう皆さん3、4ヶ月そうですね、3、4ヶ月、あでもその人も6月でそこからやっぱ入会手続きして入って活動開始したの7月の終わりだから、その人は2ヶ月半か、2ヶ月か、2ヶ月半で成婚、ね、皆さん1人がね、うん、たった1人が3、4ヶ月で結婚したってなるとまぐれじゃんって思うじゃないですか、でも3人続けてだったらね本物じゃんってなりますよね、そうで、もう1人の人も確か8月でしたっけ、あれいつだろう、そのぐらいですよね、8月に紹介していただいた方も、うんうん、9月の終わりから活動開始してもう交際始まってるんですよ、うん、だからその3人目の方ももう1ヶ月で交際中っていう、うんね、私の評価も爆上がりですよね、だから、うん、もうなんか木島さんから吉野さん紹介してもらってよかったですみたいな、うん、いや嬉しいな、そうそうそう、うん、そうちょっといつかね、あの、うん、木島さんじゃなくて吉野さんのところでよかったですって言ってもらえたらいいなと思って狙ってるんですよ、それは多分難しいと思うんですけど、だからね、やっぱ紹介していただいたからには、うんまあ、ねしっかりとその、うん
紹介するリスクってめちゃめちゃありますよね。そうそう、なんかね気軽に言ってくるじゃないですか、うんうんうん、紹介してほしいとか、うんうんうん、木島さん新規募集してないんだったら私に振ってくださいよとか、うん、お金払うんでとか、うんうんうん、結構言われるんですよ。やっぱり言われます。めっちゃ言われます。お金いくら払うんで、うん、キックバックするんでとか言われるんですけど、そのお金だけじゃないです、うん、じゃないですよね。私が今までこう、うん、積み上げてきた信用がそれでなくなるって思うと怖くて、うん、やっぱり紹介どこもできなくて、うんうんうん、そうそう、だからね、紹介する方もリスクがあるっていうのは知っていただきたい。その上で紹介したっていうのはそういうことっていうね、うん、ありがとうございます。そう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 、本当に、ね、いや本当でも木島さんの信頼、うん、木島さんに対する周りからの信頼、うん、これを裏切らないっていうことができて、うん、私は本当によかったなと思って、それがダメだったら、あの、うん、今 YouTube ライブしてくださいって言えなかったですそうですよね、確かに、うんうん、いや本当にありがたいなと思って、うん、シンプルにすごいですよ。本当 3,4 ヶ月とかで、ね、立て続けに、うん、それだけじゃないですもんね、うん、もちろん会員さんもね、うん、他にも結構いますね、そうそうそう、皆さんも、うんうん、すごいなって、ただただもう感心してばっかりですよ、私は最近の吉野さんの日本と、うん、すごいなと思います。もうギブいただいたものしっかりギブを返するって、うんそうですね、ある意味倍返しできるようにしたいと思ってます。あ、はい、ありがとうございます嬉しい本当、ね、なのでちょっと次は5000人っていう、うん、あの木島さんがね、うん、YouTube ライブ最初で最後ってこういろんなところに書いてたじゃないですか、ね、めっちゃ言ったんですよ私。フェイスブックにも書いてたし、ツイッターにも書いてたし、そうそう、もう嫌だったんでしょうね、だから一回で終わらせたみたい、嫌だったんでしょうね。 YouTube でも言ってたしみたいな言ってた、もう最初です。しかもあれですよ、うん、今回の YouTube ライブのセカンドでの宣伝の時に最後の方でほっとこう忘れてたことを思い出すかのように、うん、もう最初最後なんですけどね実はね、 いやね、本当に YouTube ライブやりたくないんだ木島みゆきみたいなそう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 感じだったんですけど、ね、そう緊張するしね、こう見えて緊張するしで、可愛いとこあるんですよ、ね、一回きりでと思ったんですけどね、うん、もう YouTube ライブ中にね、うん、じゃあ次は5000人ですねって言われると、うん、なんかね断ったら悪い人じゃないですか、 だからお祝いも兼ねてね、まあはい、やりますって言っちゃったんで、ね、やると思います。ありがとうございますってことでね、なかなかね、うん、ちょっと、うん、木島吉野のセット、うん、特に木島さんのね、うん、私もちょっと今後ね YouTube ライブちょこちょこやっていきたいなと思ってるから、うん、吉野単品では聞けるかもしれないですけど、木島さん単はね生木島は見れないんで、うん、私ね本当やんないですよ。やんないですよね本当にやんない、本当やんないです。夜はねしかもゆっくりしたいんでね、普段はだって今何時、9時半過ぎてますよ、ね、10時近く、9時半です、はいありがとうございます、夜です、はい、なんですけどね、だから本当にちょっとぜひ、うん、ぜひ次の木島さんに会えるように、あの、ね、皆さん私の YouTube も宣伝してください、はい、お祝いということで、ありがとうございます、やりましょう、お祝いしてもらいます、はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。また